開幕戦の予選、結果的に3番手ということで、担当した Q1 は6番手で、Q1 を突破することができました。まず走り出し、フリー走行の走り始めあんまり調子は良くなかったんですけど、まあ、そこから牧野選手とチームと、車を、まあ、予選に向けてうまく立て直すことができて、予選ちょっと不安もあったんですけど、しっかりといいアタックができたと思ってます。まあ、アタックの1周目はちょっと思いのほか車がこうびっくりするくらい変わってグリップしていたのでちょっとミスもあったんですけど、幸いもう1周アタックすることができたので、まあ、そのアタックで Q1 を突破することができ、牧野選手が頑張って3番を取ってくれたので、明日非常にチャンスはあると思っているので、まあ、ここでしっかりと気を緩めることなく明日しっかりと優勝できるように、チームと一緒に頑張りたいと思いますので皆さん応援をよろしくお願いします。はい、開幕戦の予選が終わりました。最終的に3位で予選を終えました。まあ、まずは自分自身としてはちゃんと開幕を迎えれてよかったです。昨年は開幕戦欠場してしまったんでよかったですけど、で、まあ、今日1日としてはちょっとフリー走行は苦戦してたんですけど、そこからチームとともに直樹さんとともにいろんなことを変えていって、結果的にそれがいい方向に行って、まあ、3番手で終えることができたんですけど、まあ、決勝に向けては僕たちが選んでいるタイヤとかそういうのも含めて決勝を見据えてちゃんと選んでるつもりなので、まあ、いいレースができるんじゃないかなと思いますし、シーズンの開幕戦、いい滑り出しでレースを、できるようにみんなで頑張りたいと思いますので、明日も応援よろしくお願いします。本年度、ラウンド1開幕しました。予選終わりました。結果的には3番手という、いい位置で、終えることができて、僕らとしてはまた今日一日いい仕事ができたかなと思ってます。とはいえ、まあ、本番は明日なので明日のレースに向けてこれからみんなとよく話し合って、明日のレース一番いいところで終えられるよう、もう今年も本当に一戦一戦きっちり大切にやっていきたいと思いますので皆さん応援の方よろしくお願いします。